い、傘を持ってないぞ。土砂降りにならないうちに早く行こうぜ。ああ雨か。今年でもう何回目だ。旅行の計画が水の泡だ。今朝の新聞見た？あなた、洗濯物を一緒に入れてくれる？いつになったらやむんだ。水流、水流、泣かないで。奴らは魔獣を活性化させるつもりだ。このことを審判官様に報告せねば。うん、メロピデ要塞、俺にとってはいい場所だ。ヌビレットさんはフォンテーヌの構成のシンボルと言っても過言ではありません。注意しておけ、奴は厄介だ。全く違う種族と生活するなんてできるわけないでしょ。メルジーヌを脅してる奴、出てこい。人の社会で君は嬉しいことも悲しいことも目にするだろう。いつか君が多くの過去を受け入れた時、この国の歴史を代表して全てを審判する資格を得る。おはようございます、ヌビレット様。雨季ももうじき終わりで、そろそろ晴れるそうですよ。晴天が心を晴れやかにすることを祈ります。Yeah.